どうも、くにさんです。今回のね、動画なんですけども、今私がいるとこはね、八重山地方の西表島にいます。そこでね、この西表島で私が宿泊したホテルをですね、ご紹介したいと思ってます。ホテルの名前はですね、ホテル星立西表島というねホテルになります。ここはね、海が大好きな人にはね、高リッチなねホテルになります。めちゃくちゃね喜ぶと思うんですね。私もね、ここをね調べたんですけども、すごいいいとこだなと思いまして、ここをね皆さんにご紹介したいと思います。それではね、まずねホテルの中に入りましてね、フロント、レセプション周り、そしてね私が宿泊したところの部屋ですね、そちらの方をご紹介します。その後ね、この高リッチな場所、そこがねいいところなので、部屋のね撮影が終わった後にですね、その高リッチのいいところをね皆さんにご紹介していきたいなと思っております。それではね、ホテルの中に入ってきます。はい、それではね、ホテルの方に入っていきたいと思います。はい、はい、まず入りまして、こちらがねレセプションになります。もうちょっと行きますとね、こんな感じでねレセプションになります。そしてね、レセプションの向かい側なんですけども、こちらはねレストランになります。入りますとね、こんな感じで、はい、なっております。でこちらがねテーブル席がね 1,2,3,4,5,6 6つありますね。はい、こんな感じになります。この窓際の方なんですけども、カウンタータイプになってまして、はい、5席あるような形でね設置されてます。こちらはねお一人様という形でね、ここに宿泊された方はね、こちらの方で座って、窓の先はなんとですよ、目の前がもうビーチ、海になります。なのでこちらでね、窓から先の海の景色を見ながら食事を楽しむっていうのはね、いいと思います。はい、この後はね部屋の紹介になるんですけども、部屋の紹介が終わりましたらね、こちらのレストランの方で夕食、そしてね朝食をね皆様にご紹介していきたいと思います。それではね、こちら1階のねレビューはねこんな感じで以上となります。はい、それではね、私が宿泊をする部屋はねこの403号室なので、この403号室の部屋の中をねご紹介したいと思います。それではね、中に入っていきたいと思います。ここはカートタイプじゃなく、通常のね鍵タイプのやつでね開けるタイプになってますので、鍵で開けていきます。あー、着いた。それではですね、部屋の方に入ってきましたので、部屋の方のねご紹介をしたいと思います。まず目の前に鏡があります。こちらがね部屋のね明かりですね。次にね、これはねユニットバスタイプのお風呂ですね。一般的なビジネスホテルのお風呂ですね。おトイレがありまして、洗面台と浴槽ですね、これにトイレットペーパーがあるような形です。おトイレはね、こんな感じのね、一応ウォシュレットタイプになってます。で下にね、ゴミ箱がありますね。上に行きますとね、アメニティセットがございます。カミソリ、クシですね、あとボディのスポンジ、歯ブラシですね。この4つがこれにね、アメニティセットとして入ってますね。で、こちらの方にはコップがありまして、あとこれをなんだろうな、ゴミ入れかな、があります。でその隣に行きます。でその隣はですね、これですね、フォームソープですね。フェイス、ハンドソープ、シェービング、この3種類がねこれ1つでできるタイプのフォームソープになってますね。はい、ではね洗面台でして、でその隣がねシャンプー、コンディショナー、それとボディーソープですね、3つあります。それで目の前がね大きな鏡になってますね。はい、今度は右上に行きます。右上に行きますとバスタオルが2つ、あとフェイスタオルが2つですね、あとバスマットがありますね。はい、で次にずっと左に行きますと、先ほどの浴槽ですね、こちらにもねバスマットありますね。でカーテンがございまして、で浴槽の前には蛇口があって、上にですねシャワーのノズルがある形です。で換気扇が上にあるような形ですね。まあ一般的なね、はい、ユニットバスになりますね。でもですね、すごい清潔感があって、でも綺麗です。すごいいいですね、綺麗なので。それではね、お風呂場のところはねこんな感じになります。はい、次にねベッドに行きますか。
今回ね宿泊したところはツインルームになります。まずねベッドチェックやっていきましょうか。まず枕ですね。枕はめちゃくちゃふわふわです。気持ちいいですよこれ。はい、そしてね次にねベッドの下ですね。硬さ、わーいい感じ。いい感じじゃわからないですよね。ちょっと硬めですね。はい、まあ通常のねビジネスホテルとかにある硬さと変わらないぐらいかな。うん、硬いけど反発があるような感じのベッドになります。次に上の掛け布団ですね。掛け布団もねまあそんなふわふわしてるわけでもないですけど、これ掛けると結構あったかいですね。もしかしたらねまあ今みたいな夏場ですと暑くて寝てる最中にこれまくり上げちゃうとかなんかしちゃうかもしれませんね、人によっては。ベッドはねこんな感じになります。次に左の方に行きます。左の方に行きますとね室内灯ですね、光があります。ここなんか携帯みたいなスマホみたいのがあるんですけども、これはねインターネットができるやつですね。無料で使えるみたいです。まあ海外の方がねインターネットを使いたいっていう場合はこれを使えばねいろいろ情報を調べることができます。で次にですね今度下に行きます。下にはですね蚊取り線香的なアースマットですね、蚊よけ用ですね。はい、でその右手側にはこれなんだろうな、消臭剤だ。はい、こんなのがあります。そしてですねこのベッドの逆側ですね、こちらにはですねポットですね。はい、ポットとあとコップが2つ、あとコーヒー用のコップですね。はい、その隣にはですねコーヒーですね、ネスカフェゴールドブレンド、あとクリームですね、そしてお砂糖とあとプラスチックのスプーンですね、こんなのが置いてあります。あと奥にはねお茶ですね、ティーパックタイプのやつですね、これ2つ、各2つずつありますね。次に冷蔵庫ですね。冷蔵庫は結構ちっちゃいタイプですけど開けてみます。開けますとこんな感じですね。まあ旅行で簡易的にペットボトルとかちっちゃい食べるものお弁当とかそんな感じのものを入れる分ぐらいの大きさですね。宿泊する分にはこのぐらいの大きさの方がちょうどいいですね。このような感じになってます。はい、そしてね冷蔵庫の隣にはねコンセントがあります。テレビと冷蔵庫ですでにコンセント使ってしまっているので一箇所だけね空いてるような形ですね。次に入り口の方に戻っちゃうんですけどもハンガーですね、 1,2,3,4,5 5個ありますね。で引っ掛けるとこが4つありますね。この右手側の方にもここにねハンガー掛けるところがございますね。そしてですね今度奥側行きますか。まずテレビがあります。でその下にはですねテレビのリモコン、あとはこれ室内灯のリモコンですね、上のこれですね、こちらのライトですね。はい、室内灯のリモコンですね。次にですね、はい、エアコンのリモコンになります。エアコンはですねこちらにあります。今ついてるんですけどとても涼しいです。快適に部屋を過ごせます。でその下にはですね扇風機が置いてありますね。でその隣には金庫ですね、金庫があります。でその奥にですねこちらにコンセント3つありますね。携帯充電するとかいろいろねコンセント使う機会あると思いますので、ここで3つもありますので使えますね。ここでそしてねテレビの下、金庫の下にはですね、まあ、引き出しがありますね。まずここの引き出し、スナインですねがあります。ジンベイですね。右手側はまあ空っぽですね。はい、次にですねここですね、ここはですねはいティッシュが入ってます。その隣にはですねはいドライヤーが置いてありますね。で下にゴミ箱がこういう形であります。テレビの横にあるこの白い小さなものなんですけど、はい鏡ですね、化粧鏡ですね。女性はねこれ使うと思いますので、これあると女性の方いいかと思いますね。はい、こんな鏡もあります。そしてですね今度はね外の景色ですね。はい、こちらになります。それでは開けていきましょうか。こちらのね部屋の景色はこんな形になります。はい、はい、海がね目の前なんですよ。これすごくないですか。今ね日没サンセットみたいな感じですけどめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。はい、これ綺麗ですよ。窓が閉まってますので窓を開けたいと思います。はい、はい、窓を開けました。こんな感じですよ。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。波の音が聞こえてます。はい、ほら今太陽が出てきましたね。ほらこれサンセットですよ。綺麗じゃないですか。眩しいなこれ。で下がねもうビーチになってるんですね。でここのねビーチはですね遠浅になってるんですよ。波がね
今結構奥の方で立ってるんですけども、あそこからずーっともう浅瀬で来てるので、ここはね波が小さくてですね、すごい波の音が優しい波でいい音ですね。はい、とても素敵なビーチです。はい、それとね1点言い忘れたのがございまして、窓のね手前にはねテーブルと椅子が2つあるような形になってます。それではですね、部屋のご紹介は以上でこんな感じになります。次はですね、私が冒頭で話した好立地な場所、ここをね紹介したいと思うんですけども、それではね屋上の方に行ってみたいと思います。それではね屋上の方に来ましたので、屋上のね入ってみたいと思います。行きます。よいしょ。屋上のね景色がすごいんですよ。屋上の景色はねこんなになります。はい、はい、屋上の景色こんな感じです。超綺麗じゃないですか。やばーって感じですよ。はい、サンセットです。いや超綺麗ですよね。ここ景色最高っすよ。静かでねすごいいいんですよ。これが海が大好きな人にとっては好立地な場所だと思います。それとねもう1点あるんですけども、今目の前にある大きな岩ですね、が 1,2,3 って3つあると思うんですけども、この3つのね下にはねニモが生息してるらしいです。で遠浅なのでそこまでね歩いて行けちゃうので、ニモ見てみたいっていう方はねぜひねここ宿泊しましたらねぜひ行って見てみてください。それではですね、夕飯の時間になりましたので、夕飯のご紹介をいたしたいと思います。まずはね、飲み物のメニューのご紹介になります。次ですね、フードメニューの方になります。こちらは最初の方はね定食のメニューになります。はい、まずはね1品目のご紹介になります。これはね裏メニューになりまして、このカニはですねノコギリガザミというねカニになります。これねマングローブの中でね取れるカニでして、取れる時と取れない時がありますので裏メニューという形になってる料理になります。形はねこんな感じになります。はい、お次はですねノコギリガサミのスープになります。この色すごくないですか。これどんな味するんですかね。非常に楽しみです。こんな料理になります。まずはねオリオンビール、グラスビールでこれから行きたいと思います。いただきます。今日疲れたからな、うまいんだろうなこれ。いただきます。次はですね、さっきのねノコギリガサミのスープ飲んでみたいと思います。めちゃめちゃうまい。はい、お次はですねノコギリガサミはねお店の方がね分解してくれたのでこんな感じになります。
次はですね、お蕎麦になります。八重山蕎麦になります。うわ、これもうまそうっすね。ではね、お蕎麦の方いただきたいと思います。いただきます。味がね、さっぱり、そしてね、コクもしっかり出てます。はい、麺もね、すごい美味しいです。噛めば噛むほどね、小麦の香りがね、しますね。食べ応えのある麺です。はい。はい、お次はですね、ゴーヤチャンプルになります。ゴーヤとね、豆腐を一緒にいただきます。お豆腐自体もめちゃくちゃ濃厚、美味しい。お豆腐周りがね、サクサクしてますね。皆さん、おはようございます。今ね、6時30分ぐらいです。これからね、朝食の方食べに行こうかと思います。最初にね、朝食はパンからになります。焼きたてです。次にね、出てきた料理はこんな感じになります。スープはこんな感じですね。それと梨ですね。サラダ、最後にウインナー、オムレツですね。あとこれはスパムですね。こんな感じになってます。それではね、パンの方からいただきたいと思います。焼きたてです。いただきます。美味しい。じゃあね、次オムレツ。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて。美味しい。上にね、胡椒が乗っかってるんですね。それがケチャップとっていう感じのオムレツ。ふわふわ。オムレツはね、こんな感じ。中にね、チーズが入ってます。トロトロ、ふわふわ。次ね、スープですね。キノコとか、あと人参、玉ねぎ入ってる感じですね。いただきます。コンソメスープですね。美味しいです。おはようございます。2年前の12月25日にオープンいたしました。それまでちょっと2、3年ぐらいですね、お休みしてたんですけども、ホテル星田で一郎本島です。海のそばでですね、お客様のお部屋からとても海が綺麗に見えますので、そして屋上からですね、晴れた日には満天の星空、天の川もですね、綺麗に肉眼で見えますので、皆様お越しくださいませ。ありがとうございます。はい、それではね、ホテルチェックアウトしてきました。これからね、ここのホテルの駐車場がね、隣接っていう形にされてないので、駐車場がね、どこにあるのかっていうのをね、このホテルの入り口からね、ちょっと向かっていきたいと思います。はい、こちらがね、ホテル星さてさんの駐車場になります。ここが駐車場になりますね。はい、はい、これでね、ホテルのご紹介は以上となります。皆様いかがだったでしょうか。ここはね、海がめちゃくちゃ近くて、サンセットも見れますし、夕飯朝食めちゃくちゃ美味しかったです。ホテルの方もね、非常に優しくて、居心地がめちゃくちゃいいホテルでした。もしね、このホテルがね、気になった方は、ぜひぜひこのホテルご利用になってください。もしね、この動画がね、ちょっとでも参考になったと思いましたらね、グッドボタン、
高評価の方ね、よろしくお願いいたします。それとね、まだチャンネル登録をしない方がいらっしゃいましたら、下にね、チャンネル登録のボタンありますので、ぜひともね、チャンネル登録の方ですね、よろしくお願いいたします。それでは、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。それではまた、バイバーイ。